ちょっと勃起しちゃった。おはようございます、おはようございます。ということで寒いですね。季節は12月、今日は8、7になってる。このさ、腕時計のさあるじゃん、日にちの部分が30、31をちゃんと計算してくれない程度の腕時計使ってる俺がダメなんかな。いいやつだったらちゃんとさやってくれんのかな。ということで、いただきチャンネルサスケでございます。サスケのパチスローマンジやつ第何話ですか。今回が17らしい。17、あーでもだいぶ空いたんでね、収録は。収録が秋、久々、かつパチスロ自体も私久々なんですよ。結構基本的にはプライベートでも、まあここ3、4ヶ月は週に、まあ稼働日で言えば20から22、23、うち仕事は半分ぐらいですかね。あとはプライベートっていう感じで打ってるんですけど、最近ちょっとPUBG って皆さん知ってます？あれにハマっちゃいまして、ここ2週間 PUBG のおかげでパチ屋に行ってないっていうね。お金が減らないで済むんですよ本当に。その前やってたゲームはお金がすっげえかかるゲームだったんで、結果パチ屋に行かずにそっちのゲームにお金吸い取られてたんですけど、 PUBG は全然お金かかりませんので、はい、おすすめですよ PUBG。 ということで今日埼玉県ですね、埼玉県来ております。これから抽選なんですけど、先に抽選前にもう今日言っとくね、狙い台。もう番号に応じて優先順位決まってます。まどか番長3凱旋です。もうそこで行きますの順番に、うん、でそれが座れなかった時はちょっと考えよっかっていうところです。あのさ、まどか歌なさすぎて言われてもピンとこなかったんだけど、前回上がった動画で、あの俺キュベチャリ中にカットイン出て縦回ってやったっつって、裏ボ 12.5% あるよとかドヤ顔出てたら、うわー気持ちいい。さあ裏ボが 12.5% あります。裏ボ以外はちょっと期待薄い。いやキベチャリ縦回ったら裏ボ格だからみたいなコメント何件かあって、で調べたらなんかサイトにそう書いてあって、ちょっとお恥ずかしい限りでもそう言われてもピンとこないってやばくない？あそうだって、やっべ、うかつだって恥ずかしいじゃなくて、ああそうなんだやっぱりみたいなちょっとただのカスみたいな窓かを少し触ったことのあるおじさんに今なっちゃってますんで、今日はなんとか抽選勝ってね、久々にでプライベートで打たなさすぎて、まあ最近はもうパチスロ自体だけど、まあいかんせん窓か打ってなさすぎて、もう返上ですねこれ。次なんかやったら俺も返上しますわ、コメントで指摘されたらもうやめます、マドカス引退です。旧マドカスにします。したらそれはあれですよね、なんかそのもうさ、みんな知ってんのに俺だけ知らないみたいな。あ諸説ある系はまあ一旦置いといて、もうみんながいやいやこれな、要は俺がやっぱちょっと俺の嫌いなやつを、いや自分でやっちゃってんのよ。要は確定なのに来るかな来るかなみたいなって、知ってる人からしたら冷めちゃうじゃん。いやいやいや、あれですよね、実践上ってつけてんのに、いやこの前普通に外れましたよっていうところはなしで、ね、そうそう、それは別にいいの、分かってるからいいんだけど、はい、いやもうどう考えてもこれでしょ。要はフリーズ引いて、ちょ待って中断チェリー来た、窓エピ来るかもねみたいなことを言ってたら正直はってなるじゃん。まあそのレベルではないにせよ、ちょっとまあそれにちょっと近いかなと思っちゃって、裏ボの盾もあるな、本当にちょっと離れちゃってるんで、その説は大変失礼いたしました。お恥ずかしいところ、お見苦しいところをお見せしてしまいましたが、まあ、今日取れた暁にはちゃんと引退をかけてやっていきたいなと思います。ノースタンプです、ノースタンプです。負けました。おはようございます。さてさてさてさ、久々だ久々だな。あ、凱旋開いてる、どうしよう。サラバンも開いてる、マンスリーはまあ無理だろうけど、あ、凱旋開いてたら凱旋行くか。いつも角がいいんだけどな、もうここで行こう、角さんあたり。あーでも真ん中の方が出てるわ、真ん中出てるわ、大体凱旋行こう。いただきということで、まどかがちょうど開きました。まあ、あの凱旋打ってても拉致が開かないかなということで、まどかで、ここまでまどかこの台1800ゲーム回してラッシュがゼロと、まあ通常含めてやれてない、
で一応、まあ、今2000枚ちょっとマイナスで、まあ、モード移行だけ見れば、まあ、それしか見るとこないんだけど、まあ、A 天国 A 天国天国天国 A 天国っていう感じの、まあ、天国の、まあ、天国か分かんないけどね、実は天国じゃないのかも分かんないけど、上がり方は良好で、ちょうどユニムもこれちょうど打って今まで打ってた人に見せてもらいました、見せてくれたんで、弱チェが110分の1ぐらい、はい、マジチャレは2回です。なくねえかこの台ちなみに右隣の台がすでに通常3回引いていると、なんかそのお友達らしくて、お友達か分かんないけど、なんでもないかなっつってやめてたんですけど、まあ凱旋よりはいいわ、知らんけど頑張る。ここ一応あの鉄板シート、初回からこう2回3回連続ぐらいで9米が出てるこのポジション、いやまあないんだろうけどね、さすがに。いやでもまだ弱チェだけじゃ分かんない、マジチャレが2回っていうのが、まあでもマジチャレ2回って厳しいよね、相当だよ。追加が2回とかではなく、ワンチャンその構成ある、ただお金が2万8000円なんだよね、打てない、6でもちょっと打てない。あ、どうした、なんで発展すんの、何も引いてないのに。これ300のゾーンじゃね、当たるわこれ。今チャンス目の前兆終わって何も引いてないよね、これ。これ通常ラッシュは300のゲーム数解除なんだけど、あ、ガセ前兆の可能性、ちょっと待って待って待って、今何ゲームだったっけ、311ぐらいでガセ前兆が終了したの、1個前のガセ前兆が300、確か10だか11で終わった気がした、285とかで、あれということは300、いやー第3でしょ、ああ本前兆だ、大丈夫大丈夫。いやこれ前回が天国っぽいんだよね、これということは今通常モードへ、しかもこれ前任者やめてたのが270でやめてたってことは、おそらく200のゾーン見てやめたんではないかということは、200で前兆が来てたモード A ということは、300のこの状況で、300のここで本前兆ということは、それすなわち通常ラッシュあるで、マジで。まあ、なきゃないで B ですよ、当たんねえ可能性もあるか、でもさっきの演出が強いから普通に強い、当たるね、こっち通常ラッシュあるね、お前ないのかよ、じゃあ B か、ならまあ600A からこの48が天国ではなくモード A ないし B で、まあレア役解除、マジチャレ解除、もしくは天国に上がって天国から B に飛んだ、悪くはないですね、モードはこの台悪くないですね。おいよ、惜しい、342ゲーム投資、この台3本ですね。ああ、いやでもまあ B なら天国への期待、あれ、全長来ないのこれ、 B じゃないの、300謎ゲーム数解除ってこと、いやさすがに B でしょ、通常ラッシュだよな、もうこれで通常時が前任者と合わせて2000ゲーム超えてるから、で弱チェいいじゃん、良くなってきた、良くなってきたよ、全然あるよ、
通常ラッシュ引けば全然逆転できる。いや弱チェいいけど、あと2万円でなんとかなるか、あと2万円でなんとかなんなかったらちょっと困る、おじさん困る。いや本当のカスになっちゃった、ただの窓カスではなくお金のないカス。お広角っぽいぞ。でもな、当たるときはな、ステップアップ4とか変身だったりして、ステップアップ3は渋いよな。またチャンスね。88、7、92、これ2個とも当たんねえと厳しいな。広角なら92の方に合わせて前兆が出てくれば。あと3ゲームぐらい粘れ。まだ、おっと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 、87で引いたよね俺。あ当たった当たった当たった、やった。あーもうこの台あるわ、これ後ろかな。92で引いた方のチャンス目かな、だね。最初のチャンス目外れて次のチャンス目で当たってた、いい。あーいい投資が9本かな。いやーラッシュ取りてー、取らないとやばい。この台ラッシュ入らねえな。まあまあいつか入る、いつか入る。第三停止、緑文字以外。ああまあ確定じゃないけど、まあていうか1回しか外したことないよ俺、魔法少女になる。これ当たると強チェリーってことになってくるんだよね。当たるね。いやちょっとレアイク当たりすぎ問題で、ちょ怖いぐらい当たってる。まあ、天国の可能性も否定はできないけど、あの1個言っていいかな、これ6だよ。あのやばい当たり方が。でいや弱チェもめっちゃ落ちるのよ。42ゲーム天国オア強チェリー、まあ強チェリーっぽいかな。お通常すげえ、849ゲーム通常、うますぎる。よし、いやーいい、レア役の引きめちゃくちゃいい。よーし、ほら一発目、この台一発目のマギカラッシュ。あー惜しい。よしちょろい、さすがにね。やったー、これマジあるよ。こっからだからどうやって伸ばすかだけど、わけが分からないよ。さあさあさあ伸ばしていきたい。この台を見極めるためにもちょっとまず1500枚、こちら軍資金に不安あり。やばーい、小沢さん、辛い、復活、復活のエース。よし
あぶねー。まあこれ当たってくれてもいいんだけど、ちょっと厳しそうだけど、ワンチャンなくはない。ワンチャンなくはないぞこれ。あー厳しいか、ギリギリ。よっしゃよっしゃ、天国や、うますぎる。つながった。しかも俺95だから、さっきのはあの本前町の復活は39ゲームまでだから89以内になかったから、これ 12.5% じゃねえか、 10% ぐらいの、 あの2セット以上、まあ、2オは3セット持ってきたおかげでボーナスまで持ってきたっていうね。うわうまっ、ワルプル、あワルプル、うわうまっうまっうまっ、あーうまい。ある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 。諦めたらそれまでだ。天国濃厚です。天国中なんで。そして1000ゲーム到達したんで弱地見ちゃいます。まだちょっと1000で早いんだけど、弱地64分の1。よし積もった積もった。そして天国ループ濃厚。これちょっと天国怪しいな。いや B ならこれちょっと上乗せ、ちょっとなんとか100の前半カバーしたい。無理か。いや天国後半90なんぼ、こっから復活、復活速どうですか。うわー B だ。あーそうですか、そうですか。まあまあまあ、お前ちょっと遅えやつやん。まあまあしょうがないこれは。ああ、チャンス目ですよ。ああ、チャンス目ですよ。まあまあまあしゃあなしやな、まれによくある。ここで嘆いててもしょうがないわ。暑いね。暑いまではいかないけど、あー暑い、うん、これはちょっと関係ないけど、スイカの後にあのゲーム数前兆のような剣。あ待って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 。あそう、マジジャレの前兆ゼロですか。そうですか。あっつ、285ゲーム全長ですよ。まあ 3B だから300の前半もあるけど、これ300だから15とかの決着になるわけだから、これ通常期待しちゃうよさすがに。あの本全長は確定ですね、引いてないんで。あーこれはもうしょ、あっ200後半、はいや、え弱地しか引いてないよ。ちょっと待って、通常ラッシュここでボナな、ここでボナ、ちょなんでなんで、諦めたらそれお前モード C、 まさかのわけのわかんないモード C ですかあなた。弱地以外何も引いてない。スイカ引いたか、スイカ引いたよね俺、260ゲームでスイカ引いたよ。でマジチャルの前兆に行かねえっつって騒いでたのがあれ260ゲームの出来事ですよ。
そういうことこれ。え、待って、スイカからだったらあれですよ、エピボ確定の窓エピ、ホームエピ、それ以外のゴミが1対1対1です。え、ちょっとだからもうサブイチだよ。いやでも全く前兆の気配なかった。いきなり現れたわけだけど、でもレア役じゃなければ前兆には入るわけだから、ちょこれマジでこれめちゃくちゃ大事だよ。ここ白白、いやお前、ちなみにスイカからの前兆が疑わしい時のボーナスって大体プチボなの。あ、何も言わん。ほらスイカじゃん。しかもサブイチ負けたん、最悪だ。これスイカです、これスイカです、もうこのあのもうスイカですよ。うーわ、スイカ60分の1、当選 0.01%、 1万分の1、60万分の1ですよ。でサブイチで窓エピだった。うわー、これスイカですね。スイカです。まあスイカか汚れしかないけど、諦めたらそれまでだが出てて200の後半でゲーム数解除かつ汚れマックスっていう可能性は考えにくいので、これスイカ当選ですね。やっちまったー。俺スイカでの当選これ3回目なんですけど、いや4回目か。窓エピ2回引いてるんで、まあトータルでは勝ってるんだけど、これスイカですよ。60万分の1の3分の1に負けたやつ、180万分の1のゴミです。これ皆さん、これが180万分の1のゴミです。うーわ、いやもう赤こけちだった時点でちょっとやばい気配はしてたんだけど、いやでも今サブイチでワンチャン赤7からの窓エピがワンチャン拝めた。うーわー、窓エピ大チャンスだったよこれ。本当にもうこれ多分動画では一生引くことはないですね。もうさすがにフリーズなんかより重いんで、フリーズの3倍ぐらいの重みがありますから。いやでもまあ確かに汚れマックス、いや溜まるタイミングが1回だけ汚れ飛んだだけなんで、99でずっと粘っててあれで100になったっていうのはちょっと考えにくい。かつやっぱりね、諦めたらそれまでだで290なんで、うん、でかつちょっと前兆の感じがなんか違和感だらけ、円環にも行かずにっていうところから、これはスイカですよ。スイカからもなんかぴったりだし、すごくない、やばくない、しかもサブイチだよ。いや本当に、いやだからあれもちゃんとあれになったでしょ、スイカからの疑わしい時本当プチボなのよ。これスイカじゃねって言ってる時本当にプチボなんだけど、ビッグテンパイして、でも俺も疑ってたからさ、あのビッグボーナスの普通のが出た瞬間に窓エピ蹴られるんだけど、そこで反応もしなかったよね。そうは言いながら俺自分で疑ってたスイカなわけねって、それぐらい薄いのよ。マジか、やったね俺、やったね。いやまあ喜んでおこうか、これはスイカ当選。まあ初めてなんで、初めて、そうそう、過去3回窓エピ、窓エピ、ホームエピかなんかだったんで、今まで4回目にして初めてゴミを引いたというところで、まあ一応喜んでおきましょう。揃え、よし、実質ホームエピです、昇格しました。よし、はい、完璧です、完璧です。ここで天国、そしてワルプルもある。
まあ展開は完璧ですよ本当に。ああ、アルティメット終了。信じてるよ、信じてるよ、マドカ信じてるって言ったじゃん。奇跡も魔法も。よっしゃー、よっしゃね、え、クコネ負ける、負ける、あー、まあまあ、でもまあ何にも引いてないのに十分でしょう。で、天国なんで、はい、あー強いセリフ。モード A が若干選択率が低い、それすなわち天国への期待。ちょっと弱点が弱くなってきた。踏ん張りどころ、まだ全然挽回できるレベル。熱っ、熱っ、ワルプルプルですか、ワルプルプルですね、チャンス目ワルプル。伸ばしどころ、あーんでだよ、頑張れよ。千枚あー、まあよう伸びたかな。天国ループうまし、戻しあってもいい。あ、ちょっと弱点見るか、だいぶ落ちたけどな。 77.2 戦える数字ではあるっていうか6、1800ゲームマジチャレが6の1。いやだね。あー通常が来ない、やばい、弱点も来ない、くー厳しい。あー疲れた。タケちゃんマン弱点87、マジチャレ23の9、通常なし、やめるんだけど打つって。どうする、ここで捨てる、別にもう捨てても最悪ということで、やめっすか。通常ラッシュとか引いてます？引いてます、1回だけ引いてます。2ではないと思います。2ではないと思います。なんだこの状況は。今アキダイが2台出て
左にしよっかな、通常引いてるしな。ちょっと見せてもらっていいですか。ボールあっちもいいんだよな、めっちゃ悩むな、めっちゃ悩むな、なんだこれ。これにする。 ありがとう、これ頑張ってください。大移動です。一個だけ言っていいですか、完全に俺が足りないということで、いろいろあって状況を説明すると、今まで俺が打ってた台が一応2000ゲームぐらいで弱チェは79と、でマジチャリはかなりひどい、ないかなと、で6厳しいかなって、で前任者と合わせて、まあ、通常が3000ゲームで0というところで、まあ、6はきついかなと思ってた矢先、ちょうどやめるんですけどっていうので、ユニメモのデータ見せてもらった人がいて、弱チェが87、マジチャリがブリッブリブリッブリに6、通常は引いてないけどモード移行もいいっていう綺麗なグラフの台と、俺が打ってた台の左隣の台、ユニメモはやってなかったんで数値は分かんないんですけど、まあ、横目で見ててマジチャリは異常なぐらい入ると、で通常は1回引いてるという台で、まあ、結果その後者の台にしました。まあ、移動はもうかねてから考えてはいたんで、あ、俺がもう1人いればもう1台も打ってたし、なんならもうさらにもう1人いれば今までの台も打ち続けてたわ。しかも両方の人とももうしっかり出玉3000枚ずつぐらい持った上で、なんか用事があるからやめるみたいな感じです。決して台が悪いからやめるって感じじゃなかったっていうところも評価ポイントですよね。はい、まあ、俺は568ゲームでやめたけど、まあ、それはどうだっていいんですよ、そんなことは。よし、2台目いきましょう。247ゲーム、モード A のゲーム数でしょう。通常気持ちいい。ああ、まあごめん、通常っていうのはちょっとごめん、断ずるのはちょっと早かったね。うん、まあ、モード B の可能性がまああったんで、 B 後半もある。1対1、ただここで行かなければ、ここもう1個ぐらい、ああ通常じゃない、大丈夫だと。これで400、あ待って、これでウィン、あウィンだ。いやでも通常でいいと思うな、これ。よしよしよし、ラケよかった、2択に間違ってなかった。うまみが深い、400のゾーン手前で。これで前任者と都合2回目でしょ。よかったー、6だ6だ。よーし、大移動成功でございます。あとはもうキューベ出すだけですね。いや、まあ出玉も出さんと、やばいやばい、出玉もう下皿にちょっとになっちゃった。総投手が窓かで11本だったね、で凱旋で30何本だから、あと1万ちょっとだから、頼む。わー、単発かよ、引き戻せ、厳しい。500も当たってなかったし、引き戻せ引き戻せ。よし、あぶねえ。616ゲームマジチャレ、あー全長だー、当たってる。これは通常は天国、
99までに行かなければ通常。あーやべ当たる。おーしょ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 、おーしょしょしょ、レアクだ。あー通常、通常いきなりウィンが出てこなければ、98よし通常、よし通常ラッシュ、2回目、次こそ2セット1000ゲーム達成、1000ゲーム達成が出た時点で通常2回目なんで、あるの？ワンチャンあるの？あれくる？お願い。よし、ワルプった。オッケー。あー、もうバカ。あと10、あと10でいいんだよ。弱点も行方不明だし、10、10、いや最悪200なくても2セットあっていいでしょう。よし、あぶねー、あぶねー、あー引き戻せ、引き戻せ、いやもったいなさすぎるわ。通常2セットワルプルまでやって絡められず、ただなんか弱チェが渋い気がするけど、いやまあ渋いっつっても6は超えてるとは思うけど、前半やばすぎただけに今渋い。1200ゲーム弱チェ 61.6 分の1、はい、マジチャレ7の2、はい、6です。いや6なんだからマジで出さないとやばいって。なんならこの台俺まだ負けてるよ、下手すぎる、やばいやばい、出たがってるよこのマドカは。これマドカス引退まである、これちょっとやべ、久々の、久々にマドカの6とか打ってんのに、やだ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 。だから549ゲームモード2なんだけど、わあその場で当たったやつ。この台追加4本でマドカがトータル16000円、163ゲーム、あー完全告知おじさんやる、いい加減、よし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 、よーしゃー気持ちいい、ダブル、あー惜しい、オーケーオーケーオーケー、完全告知おじさん大成功、天国上がってろよ、さっき弱チェ引いてる、弱チェ引いてる、裏の背ある、裏の背ある、ない、じゃあ復活して、んだ天国行ってなかった、ひどいよ、
マジかよ、完璧だったじゃん今の。引き戻しは引き戻し、あ、あ、なにこれ、あ、ベルなにこれ、なにこれって言っちゃった、ベルです。お主さては6じゃないなみたいな、ははーん、お主さては1だな。弱地 65.8 ですね。お主6やんけ、ブリっぷりやんけ。俺か、じゃあ俺か、お主じゃ、キョーベル 50% や、50%、うん、頼むよ、この 50% マジ頼むよ。まだよまだよまだよ、あー終わった、終わった、 50% に負けた。速攻で片付ける、キルフィナーレすれば勝てる。ああ、なんで 50% 引けないの、これやばいやつや。346ゲームモード B、 最後の1万円これなくなったらどうしよう。もう7時15分なんだけど、お金下ろしに行けばいいのかな、あるかなお金。20ゲームある。大事に行こう、大事に行こう、大事に行こう。2回、2回。先にダブル。ああ。もう20ゲームあった。ある、ある、よっしゃー、力、力、はあ、よし、あと1000円、よーし、よし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 、どう、これがマドカの6、わけがわからないよ。よーし、やっと来た俺のターン、俺のターン、粘って粘って粘って、追撃追撃追撃、もう持ってこない、いや、バカ野郎が、やばいって、オーパー、うわ、ちょ、え、今ビル立ち上がった、70%だ。
60だっけやべやべ、これ窓かすいんて、いやビル立ち上がったんで継続確定です。セーフ。わ、追撃しない。よし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 。お前な、大丈夫だよな、さすがにビル立ち上がってんだから。やべ、 MB 引いちゃった。 MB はちょっと。よし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 、レークを本当に大事に。70%、 よーし、継続確定プラス 70%。 ビル立ち上がってたからね、さっきと。まあ、レアク引けないよな、ここで。いた。来ない。リプレイばっかやんけ。ちょい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 。おい、やべえって、やべえって。ああ。もっともったいないよ、もったいないよ、もったいないよ、マジか、もっといけた、俺もっとやれたよ。そして天国前半なし。いや、もっとやれた、俺もっとやれた、もう一回やりたい。3000ゲーム、一旦落ち着こう、ここ一旦落ち着こう、ここ一旦落ち着いて冷静に数字見直そう。3000ゲーム弱者 84.3分の1。 めっちゃ落ちた。強チェ955分の1、チャンス目179分の1。ほうほうほう、なるほどな、なるほど、全然大丈夫、全然大丈夫。なんだよ、復活して復活して、あー痛い、痛恨だ、引き戻し。9時15分前なんですけど、もうお金なくなったんで、今からお金下ろしに行って、うちのはもう無理なんで、やめます。俺が打ち始めたのがここです。設定は6でしょう。この台の設定は6でいいと思います、まあ、ジャックチェリーマジチャレがほぼ6です。で、偶数挙動ゴリゴリで、通常ラッシュは俺が2回と前の人で1回で計3回で、通常ラッシュ2セットも確認してますし、モード以降もブリブリです。天国も飛ぶし、天国 B 天国とかありましたし、強チェリー確率が900分の1でしたんで、で、チャンス目が230分の1。まあそういうことでしょう、ね、まあ、あとで店長にお願いしてこの台を
この台明日も据え置きでってお願いして明日もまた打ちたいと思います。73,000円、外線で42,000円、まどかで31,000円、73,000円とし、回収これぐらいです。回収じゃないです、これ今からジャグラーに入れてきます。お疲れ様でございました。